ったんですよ。やっぱ難しかったですね。アメリカさんがどこまで情報を持ってるかってことが分からなかったから、うん、やっぱりすごいですよね。だからまあジョーンが予想したよりもはるかに、はるかにアメリカは把握したと、ね、そうだ。ジョーンさんは、ね、うまく丸め込めると思ってたんでしょうね。もう、もう初めからもう大ボロスのことですけど、全面解除しろやと、うんうん、で、あのヨンビョンという、うん、実はもう使えないと言われてる、うん、あれだけを破壊しますみたいな、そうなんですよね。茂木さんでもじゃあ予測がつかないほどやっぱ難しいし、あの朝鮮半島っていうのはそういうことが起こりうる場所ってことですか、うん、予測しにくいというか。予測しにくいですよね。だってあの人たち、あの一切本当のこと言わないじゃないですか。そうなんです。今回彼らが不誠実であることをはっきりしたっていう感じですね。まあまあそれはそうですね。まあ改めてですけども、改めてですか、うん、でもなんかこう若い金正恩が、全てを変えて、うん、これから自分の時代を切り開いていくんだっていうふうにちょっと思った人もいると思うんですけども、うん、ただの不誠実な野郎だったっていうことがちょっとはっきりしたのかなって気がしますけども、うんうんうん、はい、まあそれはあの今回の一番の成果ですよね。そうですね、うん、彼らが嘘つきだってことが、はい、もう明明白日になった、白くなった、うん、でもう全てアメリカ側は状況を示したので、あなたたちがリアクションしてくださいねっていう状態で今止まっているというのが、ね、うん、結構キム・ジョンウンさんにはピンチなんじゃないのかなというふうに思いますけれども、うんうん、はい、だから今彼があの帰りの列車の中で考えていることは、どっから情報が漏れたんだ、どっから漏れたんだ、誰だっていうことを今もうこれからやりますよね。また大粛清をね、おそらく、うん、そうですよね、うん、また大勢死にますよ。そうですね。まあじゃあそのプレイヤーの中で、まあ多分北はジョンがそういうこと考えてんだろうと、うん、韓国はどうですかね今回の、うん、前後、前はやる前すごいポジティブだったけど、だから韓国に本当の情報が全く入ってないんですよね、はい、彼らは少なくとも騙されてたんですよ、ね、騙されてた、そうそうそう、政府も騙されてたし、政府の発表を信じたメディアも騙されてたって言って、うん、バカを見たわけですよ、うん、それははっきりしたんですよね。だからもう韓国のもう情報機関が全く機能しない、全く機能してないですね、もうなんか北朝鮮の宣伝をそのままオウム返しにするだけの、理想を信じて現実を見ないような感じになってしまっているのが、うん、典型的なリベラルですね、あれ、ちょっともう半笑いでしたね、うん、あのこれまでだったらね、アメリカと韓国の関係で北朝鮮にある核施設の情報みたいなものはいわゆる KCI だとかだったら言ってたと思うんですよ、ね、そうですね、それはで日本にも来てたかもしれないし、うん、ところが日本には来てたかもしれないけど、うん、韓国には行ってなかった。そうだからもうアメリカも韓国にはもう一切情報流さなくなっちゃったんですよ、うん、アメリカも韓国信じてないってことが今回結構あったと思いますね、うんうん、だからあの日本でいうとあの鳩山政権のもっとひどいやつみたいな、うん、全く信用されてないっていう。そうですね、そうですね。それなのにあれですよね、まあ、日本のメディアなんかも全くなんか違う考えでしたよね。トランプがまずしくじるんじゃないかとか、うん、韓国が間で機能しているバランサーとして、まあ彼らは未だにそう言ってますけど、まあそう思ってると思います。今もだからあの負けずにこれで我々 あの仲介者としての あの役割がますます高まったんだって言ってますから、うんうん、はい、あの僕ちょっと思い出したことがあって、あの安倍政権であれ国家機密保護法でしたか、あれがとね、あの法律が通った、うん、であれによって初めて、うん、あの日本はアメリカの軍事情報を共有できるんだ、はいはい、特定秘密法、あとあと特定秘密法、そうですね、特定、うん、だ逆に言うとそれ以前は、うん、あの江崎道夫さん聞いたんですけど、あもう実は日本は韓国経由からあったんですよね。だから韓国にしてみればいまだにそういう特定意識があったんですけど、実は安倍政権だとかもそれが変わってしまったということに彼らもちょっと気づいている、なんかあれですよね、アメリカの一の区分を打ちたみたいな、うん、昔ね、中国の一の区分を打ちたみたいなです、ね、同じですね、うん、なんか今回もあれですね、やたら日本カヤの外論議が出てました、ね、今やったりですからね、なんかキーワードになってますね、カヤの日本がアメリカにロビーしたから、うん、大事になったんだ、安倍が邪魔したみたいな、ね、なんか安倍バンドロンですね、安倍は何度もできるみたいな、そうですね、どんどんすごいなって、うん、まあ、ちょっ
ちょっとアメリカのそういった韓国とかに関する立ち位置も結構見えてきましたよね。そうですね、うんうん、ただ一方で面白いのはその、米韓合同訓練はやっぱり縮小しますということは、はいはいはい、割とお互い一致しちゃうというところがちょっと面白いと思って、うんうん、ムンジェイン政権というか左派の韓国の人たちはやっぱり、うん、まあ、我々的な視点で見れば長いこれからの戦いの中で、うん、なるべくアメリカとの関係を薄くしていきましょう、うん、最後は出ていってもらいましょうと、うん、その端緒として、合同練習をまず縮小して北朝鮮は今発信させなきゃいけませんからっていう方便を言って、うん、トランプさんはいやこれでコストかかんないから、うん、あのみんな家に帰っていいよねって言って、うん、世論にプラスを得ることができるっていう奇妙ななんか利害一致が起きているのがすごく面白い、ねうん、見てる方向違うけども、でも、はい、あの本質的なことは同じなんですよ。つまり、うん、あのトランプさんもムン・ジェインさんもあのナショナリストですよね。うん、だから自分の国のことは自分でやるっていう方向なので、うんうん、だからもうじゃあ自分でやってね、アメリカは引きますよ、あいいですよみたいな、うん、なんかやってほしいならお金払ってください。そう、うんうん、そこは一致しますよね。そうですね、うん、理解を少し難しくしているところなのかなという、まあ、韓国側もきっとそこを過信しているところもあると思うんですよね、うん、俺たちはトランプとうまくやってると多分思ってると思いますよね、うん、私たちは。あのさっき茂木さんがもうアメリカは韓国の信用してないよっていうのなんかその少佐っていうのかな、ボルトンが行かなかったじゃないですか直前に、日本と、はい、アメリカ韓国、うん、直前会議あれ流したじゃないですか、うん、あれってやっぱり韓国とあれ、ね、な情報流れちゃうみたいな、そう思ってたのかな、ね、うん、そもそもなんで釜山なのかっていうところがすごくこう眼中があって、わざわざ釜山でやる必要なんかどうにもないじゃないですか、田舎町で、うんうん、わざわざソウルじゃない韓国政府がないところで日本と韓国の養老を呼びつけてやるっていうことのメッセージ性があったんじゃないかっていうことを指摘されてる方もいますね、うんうん、やっぱアメリカ信じてないんじゃないか、うん、今になってそのやっぱり結論がこうだったんでもう一回その話がなんか報道されてますよね。茂木さん的にあの会談の流れどんな感じでいったと思います？うん、だからもう韓国にはもうなんか事後報告だけじゃないですか。うん、俺も安倍の後でしょ報告したの確か。あ、違うの、ムンジェイン安倍ですね。ムンジェイン安倍としては、はい、あ、そうですか、うん、最初からもうトランプは最初はまあ多少はちょっと妥協あるかな、なんか向こうのアメリカの自分のニュースも見ながら思ってたのか、あるいはもう最初からやもう絶対引かないよって思ってたのか、まあその2つのどちらかで動いてて、なんかボルトンが来てなんか情報を持ってきてなんかちょっと本当ちゃぶ台返し的になったのか、あ どう見ています？いやそれはもう最初からトランプさんとこも話は言ってるでしょうね当然。うん、もう引かない、うん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 、やれば今までなんとなくこうお互い交渉できるんじゃないかと思っていたのに実は全然できないということがはっきりしちゃったというのが今回の一番大きな結論なのかもしれませんね、うん、お互い非核化といっても定義が違うし、うん、制裁解除のだからあれが トランプ流ですよね、習近平にも同じじゃないですか、はい、散々おだててですね、はいはいはい、でそう仲良しアピールして、で実際何も動かないとガーンと殴るというですね、捕まえたりとか、そう、うん、あじゃあやっぱり茂木さん的には最初にちょっといい緩めた雰囲気を演出して、うん、してもう最後にちゃんと結論は自分であるけど、あれもパターンと、うん、そう彼の交渉、うん、そうなんか歴史上の人物で、うん、そういう外交官の政治家じゃなくて、まず彼みたいなやり方、ちゃぶ台返し、ちょっと思いつかないですね。まあ、でもなんか言い方変ですけど、北朝鮮的ではありますよね。あ、そうそう、北朝鮮もそういうその本当にリソースが少ない中で、交渉術だけで勝ってきたという中では、うん、そういう押したり引いたりのタイミングがすごく上手じゃないですか。なんかトランプしてると、ちょっとその対決してる感じはありますよね。うんうん、席を立つっていうのが大事だってどっかで言ってますよね。そうですね、うん、まとまんなくていいと、そうなくていい、うん、長い意味での交渉だ、うん、なんか日本の外交っていつもまとめようとしますよね、あ
和を持って、和を持ってみたいな。そうですよね、うん。まあ、今回のあの交渉を見てて、我々がなんか学ぶべきことって何かありますか、うん、交渉のやり方として。いや、だから今言ったことで、はい、要するに決裂を恐れずにやるっていうことですよね、うんうん、席を立つことも含めてもうあらかじめ予定しておくみたいな、うん、まあ、これから日朝交渉とかもしかしたらやらなきゃいけないかもしれませんが、うんうん、そういう時での参考には多いと思います。そうですよ、あと日露交渉もそうです。日露交渉もそうですね、あるいは日中もそうかもしれません、うんうん。だからプーチンがほら毎回あいつって言うじゃない、あの方はですね遅れますよね、1時間とか2時間とか、ね、だからもう安倍さん帰ってくればいいんですよ、ふざけんなっつって、うんうん、割とニコニコして待ってる安倍さんっていうのは YouTube で人気ですけれども、うんうん、まあだから誰に対しても遅れるみたいですね、うん、プーチンさんなんて言うんですよ、あの自分のこうプレゼンスを示すための一つの方法として、うん、かもしれないし、それがなんか癖になっちゃってた、丹田でも、うん、かもしれないし、うん、なるほど。あのあと四国だけじゃなくて、例えばそのあれ、まあ、メルケルが放浪した時ですかね、あのメルケルが犬嫌いって知ってて自分の飼いのわざと部屋に話してたとか、ね、そういったら何だろう、面白い、どうなんですか、だからそのプーチン独特のそういう自分の方に常にアドバンテージを引きつけるという、はい、そういう交渉です。ロシア人流の交渉ですね、なんか、うん、ロシア人流っていうかね、あれはね、あれですよ、ユーラシア流ですよ、だからアラブもそうですよね、はいはい、どういうやり方ですか、うん、だからあの要するにバザールで買い物するときに散々値引き交渉して、はい、でまとまないと、じゃあ出ていいよっつってね、席を出すと、でその店の人が追っかけてくみたいな、はい、そういう話ですよね、はい、うん、そういうゲームをもうみんなちゃんと分かっている、うん、そうそうそう、日本人はそういうことなかなかしないですよね、うん、そういうのも本当1000年2000年前からあるやり方なんだけど、やっぱり未だに彼らの血の中にその残っているというか、まあ、それが文化ですよね、文化ってやつですね、うんうん、それが文化ですよね文化から無理やり戻しちゃうと、やっぱりこう私もいろいろ観察をしていて、やっぱあの朝鮮半島の人の考え方ってよく分かんないなっていうのを普段から常に感じていてですね、うん、なんでこうこうもこうお隣の国であるにもかかわらず、大体こう経済的なあのあれとか、まあ文化的な影響とかもそんなに違ってはいないにもかかわらず、こんなにこう国民性というか、うん、あのものの考え方が違うのかっていうところを常々、うん、不思議に思っていてですね、うん、やっぱその辺を解き明かす鍵がきっと、まあ、大きく歴史の中にあるんだろうなっていうのを、うん、あの今回のお話をいただいて、まあ、多少ちょっと勉強した次第なんですけど、はい、それがまさにこのチリなんですね。そうですね、チリなんですね、うん、なんかこう、まあ私も渡辺さん戦後生まれですけれども、まあ、所詮韓国上に北朝鮮がありますので、事実上は島国じゃないですか、どこにも行けないので、あの陸路では、だからなんかそういう状態からの韓国しか知らないと、あそこが大陸の一部だっていうふうになかなかちょっと意識しないというか、ああそういう感じなんでしょうけども、ね、やっぱ彼らの考え方の中では、その大陸の父もすごい大変な争いの中を生き抜いてきた人たちのこう常識というか、遺伝子なのか分かりませんけど、うん、そういうものが息づいているのが、うん、だいぶやっぱり日本人とは違 う, こう国民性を形作ってるのかななんてことをちょっと思ったりもするんですけど、なんかすごく疑い深いですしね、うん、人を信じないし、うん、あの人たちは、うん、あのすぐ他人の文句を言うけど、でも自分が勝てないと思うと途端に頭を下げるし、基本韓国人は謝るんですから、ね、ちょっと例えは悪いかもしれないですけどね、子供の時に虐待を受けた人が大人になってからいろいろ問題を起こす例が多いですよね、そうじゃない人もいますけれども、それが多分集団化したのが朝鮮半島だと思うんですよね、うん、あまりにその大陸からですね、まあ、虐待され続けた結果ですね、はい、でも生き残ってきたんですよね、うんうん、でその中でその自分たち の, あのまず生き残ることと、それからその、まあ、プライドアイデンティティをいかに保つかっていうことの結果だと思うんですね、うんうん、だから、それが日本列島に住む人たちとは違う、うんうん、そういう経験がないので、うんうん、あのなんか自分
分じゃない集団に対する疑い深さと、うん、自分と同じだと認めた人たちに対するこう、うん、脇の甘さみたいなものが、すごく日本人と比べてこう、うん、ダイナミックというか、そうですね、はい、その争いが結局あの政党間でも行われているし、そう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 、時間でも行われているし、今だと男女間でも行われているし、うん、世代間でも行われているし、だから内と外がもっと極端なんですね、はい、そうですね、ウリと何でしたっけ、ナムですね、ウリとナムですね、はい、うん、他人がナムですよね、はい、でそのウリっていうのがそのケースバイケースでいろいろこう範囲がこう広がったり狭まったり、ある時は大韓民国全部ウリになって、ある時は朝鮮半島全部、そうそうそう、ある時は自分のファミリーだけとか、ある時は自分の家族だけとか、うん、あるいは学バスとか、はい、地域とか、はい、でその外を排斥するんですよね、そうなんですよね、うん、会社の中でもその平社員だけのところに惹かれたり、うん、会社全体に惹かれたりして、うん、こう常にあいつは恨めしいとか、うん、いや、 やっぱり我が社はとかっていう立場が変わっていくというのがすごく面白いなという、うん、そうですね、はい、基本その外側の人から優しくされることを期待もしてないし、うん、されることをまず想定していないので、うん、日本に旅行とかに来てなんか赤の他人から申請してもらうとすごくなんか喜んじゃう、うん、じゃあ友達かと思ってすごい慣れ慣れしくすると急に手を切られて、うん、やっぱり冷たいと思ったりするみたいな、そういうカルチャルギャップがなんか起こるのかなという、うん、最近すごく思いますね。でもそれはあの中国も同じですよね。そうですね、全くですね、全くお金しか信じない、うん、家族しか信じない、そう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 、もう家族は本当に助け合う、はい、そう、家族だけだったら何でも与える、うん、そう、はい、そう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 、なんかそれがこう公共の概念とかの形作られ方にもちょっと影響してくるのかなみたいな、そうですね、思ったりするんですけどね、うん、ちょっとあのあれですかね、あの話がペーパーに書いてる初めにの最後の、うん、5年後に南北が統一してるかっていうのはちょっと先生があのさ当初打ち合わせした時とちょっと今また変わりましたかね、はい、いや変わってないです。そうですか、はい、なるほど、それは変わらないですと、はい、まさにあの巨大なウリができるという、いや本当そうなんですよね、うん、それも止めらんないですよ、だってね、今まあ外の人間が主なマスコミはだいぶ左派に占拠されちゃってるんですけど、うん、その大どんでん返しが起こる前の、うん、中継、例えばあの TBS が撮った金正恩のあのタバコ吸ってる映像があったじゃないですか、うん、あれが韓国にも流れてきて、それを指揮者が解説するんですけど、あ、やっぱりこうやってあの妹があの可愛くこうやってタバコの棒を持ってきてやってあげれてるんですね、やっぱりこの可愛いお兄ちゃんがどの頃なんて何の話してるんですかって真面目に解説するやんっていう、まあ、その文脈で見ちゃうのは明らかに身内に対するあの文脈というか、うん、あの要するに朝鮮民族、家族兄弟助け合って仲むつまじく、うん、そうやったってあの兄貴殺してんじゃないかと思いますけれども、うん、あのキム・ヨジョンはあの小さなお兄ちゃん小さなお兄ちゃんってキム・ジョンのことを呼んでたら、うん、キム・ジョンが怒ってそういうやり方やめようっていうようなことを言ってたみたいな話もあるんですよみたいな、そんな昭和に解説してるんですよね。なんかやっぱりあ、まあのんきに見てるんだなっていうのもあるんですけど、すごく身内として彼らのことを見てるんだなっていうのを唯一、うん、に感じましたね。それはちょっとね、僕らには全く理解できない、超える世界ですね。もうちょっと緊張感を見た方がいいんじゃないかっていう。後半の方でこの5年後について統一の話ってあのご説明していただくと思いますけど、まあ、最初の取っかかりとして どんな感じでざっくり5年、どんな流れで統一までいくようなイメージですか。まあその連邦制ですね、うん、で2つの主権国家が、うん、緩やかにこう連邦制を取るという形、でただ人の行き来がどうなるか多分僕はそこは制限すると思いますね、うんうん、じゃないと北の体制が持たないですからね、うんうん、だからお金は北にどうぞと、投資は受け入れます、うん、大企業、財閥はウェルカム、でうちの労働者使ってください、はい、みたいな感じじゃないですかね、まあ、今回もそのベトナムを選んだ理由は、まあ、あれはトランプが選んだでしょうけれども、うん、韓国としてはベトナムを選ばれたことがとても自分たちにプラスだと思っていて、うん、あそこはサムスンが工場の国じゃないですか、あそこの輸出品の 20% ぐらいをサムスンが占めていて、とにかくもう携帯電話が安いやつはほとんどベトナムで作ってます。で昔からベトナムに大変な資本を投下していて、要するにその、かつて社会主義だった国
だった国が資本主義の資本を受け入れて、特に韓国資本を受け入れて成長しているというショーケースを見せる上の最高の場所だったと、うんうんうん、だからあの今回会談がうまくいったらサムスの工場を金正恩が見学に行くんじゃないかという説もあったわけですけれども、おそらく今の韓国政府が抱いているイメージはそんな感じですよね、うんうん、財閥に金を出させて北朝鮮に工場を作りなさいと、でそこで、皆さんが成長している間は行き来は制限します、うん、で資本をどんどん投下させて、でそれによって、まあ、大きな国になっていきましょう、うん、みたいななんとなくのイメージを描いていたのかなというふうに思いましたけど、あともう一点はその、ベトナムっていうのがアメリカとですね、あれだけ戦った相手と和解したということですね、今は和解して、まあ、グローバル経済に参加してますよと、そうですね、ですね、まあ、5年ぐらいっていうことは、じゃああとムンが 2,3 年ぐらいですよね。そうですね。次の政権の時がまた左翼政権が来て、そこら辺で動きそうな感じなんですか、うん、はい、イメージ的に、うん、じゃあ韓国はもう保守が来るからまず見込みにくい、僕はないと思うんですね、ちょっとずつ盛り返してはいるものの、現状ではちょっと歯が立たないのかなという感じは、いわゆるその保守層がどんどん今高齢化しちゃってて、ね、20代30代は 今のでいいって言うんでしょ、ムンさんで、逆に20代はちょっと戻ってきてる感じはあるらしいですけど、30、40はほぼガチで左翼ですね、20代はあれですか、そのやっぱり就職の問題ですか、あの景気が悪い問題と、あとなんか仮説を言っている人がいて、その人たちは、まあ、反日教育を受けていてもインターネットがあったので、ある程度相対化をすることができたんじゃないかということから、今の30歳から下ぐらいの人は、あのこれでもアンケートどっか出てましたけど、日本嫌いですかっていうアンケートを取ると、きれいに後ろに行くほど高くなるんですよ、あの日本が好きだっていう割合が高くなるんですよ、後ろってのは、20代に行けば行くほど高くなる、特に30から20がガコンと上がるんですよ、好き、日本が好きという人たちが、で30、40、50、60はやっぱりかなり低い、まあ、いわゆる反日と。20代の人たちはそこまででもないっていう感じがあるので、まあ、もしかしたらその人たちがメインのストリームに来る頃には若干良くなってるのかなって気もしないでもないですけれども、それはあの景気が悪くて仕事がなくて政権を恨んでいるのか、多少もう子供の頃から日本の文化に親しんでいるから、もう何でもいいじゃんっていうことなのか、はちょっと分かりませんけれども、なんかアンケートでは綺麗にあの若い人ほど日本に対する親しみが上がるって出てました、ね、これは日韓両方とも共通してることらしいですね。ついこの1週間ぐらい前に見ましたけど、じゃあそろそろあれですね、反日教育があまり効かなくなってきたと、ね、そうですね、まあ、あの子も本当に日教祖 の、もっとすごい人たちみたいなのも全部教育は占拠してますし、あの教育官という、日本でいう教育委員会委員長みたいなものは高専制なんですけれども、もうほぼほぼ全部左右に今占拠されてますので、もうあの教科書にもっといいこと書けとか、要するに反日教育みたいなのはずっとやっているにもかかわらず、割と効かなくなってきてるなというのはちょっと面白いなというか、まあ、それが 何言うのかちょっと私もまだよくわかんないんですけれども、まあ、相変わらず日本料理店とか大行列してますんで、韓国 その ネットの書き込みとかご覧になります？見ます。どんな感じなんですか？あの、まあ、典型的な、なんていうんでしょう、決まりきった勢力で、今であればムン・ジェインを褒めるような記事が出てると、その保守層、まあ、おじいさんおばあさんだけじゃないと思うんですが、多分若者にも 10% ぐらいガチの保守層がいると思うんですけれども、その人たちがいわゆるムン・ジェインを批判することを書きますし、一方で日本をちょっといい感じの記事が出ると、もうほぼほぼ左翼の人が書き込む、そんな記事を読みたくないとか、このゴミ記者が日本のニュースなんか書かなくていいみたいな話を書いたりとかっていう話が多いですよね。じゃあ割と両方の意見がこうバトルしてる。で、左右ともに書き込みを調整してた事件が今ちょっと話題になってるじゃないですか。なんだっけ、パック、パックの前はなんだっけ、イミョンバク。イミョンバク時代から国家情報院がその書き込みを軍を使って操作していたっていうのは、実際は数十件レベルだったらしいんですけれども、それを今の政権が摘発して、どうこうのっていうのがあったのと、あと共に民主党の方もその怪しいプログラムを買ってきて、いいねを自動でランカーをしていくっていうのが、今有罪判決されて、ムン・ジェインの副審のギョンサン南部の知事がとうとう両家に入ってしまったというようなことも起きているので、ちょっとお互いなんかその掲示板に対する信頼性みたいなものがちょっと下がってきてるのかなっていう感じはしますよね。だから
さっきの話に戻っちゃうんですけど、なんかどっちもそういうしょうがないことやってるんだったら全体的にしょうがない人間じゃないかなんじゃないかっていう気がして、もう右翼も左翼もないんじゃないかっていう気がちょっとしてくるんですけども、なんか面白いですね。ネイバーさんっていうそのヤフーみたいな最大手のところが政治的にこう機微なニュースに関してはいいねの数で相当できない設定にしてるんですよ今。うーん、前はあのいわゆる共感順とか、まあ、いいね順みたいなもので並べられたんですけれども、その対立が激しいとその会社が認めた項目に関しては書き込みされた順でしか見れないとなっていて、まあ、ちょっと無用な対立を避けようとしてるのかなっていう考えが、うん、あるかには思いますけど、でもまあネイバーさんはおそらくほぼほぼ左翼だと思います。ああ、そうですか。はい、うん、まあね、今お話のように言ったのが世代の変化もあるかもしれないけど、うん、より近視眼的な3年5年ぐらいのスパンだと、ね、やっぱりちょっと大きな動きがありそうです、うん、つながるところで、うん、南北に関しては統一することにあまりアレルギーを皆さん見せてない。いや、一番大きな要因はもうアメリカさんが引けたがってるので、だからそれは親米派は死滅しますよ。そうですよね、うん、親分がね引いちゃうんだから、うんうん、よくアメリカ人が、うん、アメリカ兵はねあそこで3万人ぐらい死んだからあの場所を撤退するの、ケンタギルパークかな、なんかそのはあの場所を引くのはなかなかイエス言わないんじゃないかなみたいなことを言ってましたけど、どうなんですかね、実際撤退っていうことに関してはあの場所をある程度受け渡しちゃってもいいのか、うん、そこら辺なんかトランプさんとこうその他のアメリカの政治家でもちょっと考え方が違う、まあ、軍とまたトランプさんにちょっと温度差があるかもしれませんけど、 で、ね、でも、もうそのシリアからも引きましたし、もうどんどんアメリカは海外基地を撤収するって方向は変わらないと思うんですね、うんうんうん、それはトランプが誰かに変わっても、うんうん、オバマの頃からそういう流れですから、うんうん、もう世界の警察官やめたっていうことですからね、うんうんうん、なるほど、うん、まあその辺りなんで後で、まあ、たっぷりお伺いするとして、まあ、流れ的にはやっぱり長い間みたいな海岸があったけど、うん、やっぱり統一、なんだかんだで統一の方に行きますよみたいなことですね。はい、私はそう思います。はい、わかりました。で、まあ、ここはちょっと地政学関係のことをお聞きしていきたいんですけど、はい、ある程度教科書的な説明でも全然 OK、はいはいはい、で。